はい、皆さんこんにちは、コロナ後です。今回こちらのアイテムですね、レビューしていきたいと思います。パナソニックから出ております高周波治療器コリコランワイドですね。肩こりとかですね、首にが痛い時に使うです、あの治療器ですね。一時期ですね、在庫が全然なくて、自分も注文した時も3ヶ月待ちだったんですけど、最近はすごい、もうどこもアマゾンでもヨドバシドットコムでもですね、在庫豊富になったようで、翌日届くような形になってます。で、高いです。3万9000円するので、まあ3万9000円の価値があるかどうかっていうのがポイントかなと思います。で、実機がこちらになります。このですね、パッドの中にですね、この遠赤外線が出る12個ですね、ついているものがあって、でこれをまあ首とかにこのまま肩とかにかけて使うというものです。でタイプ C のここにですね、充電器があるので、ここで差し込んで2時間で約12時間使います。ですんで、使用例見てると、仕事にね、そのままね、行くときにそのまま来て8時間の仕事して、最中ずっとつけてるっていう方もいるようです。はい。でスイッチはね、簡単なんですよね。ここを押すと、これだけでワンタッチでもうスイッチ入りました。でこれでもう高周波が出てる状態です。はい。で軽くてですね、使わないときにもですね、なんかカバンの中に入れてても全然いいんじゃないかなっていうところです。で、この先にですね、マグネットがここについてて、でここで首の前で、しっかりですね、落としたくないときはこれでつけて、ガードするような感じになってます。で使い勝手なんですけど、使い勝手は非常にいいんですけど、じわーって熱くなる感じですね。はい。なんで結構ね、つけてると額から汗出てきちゃいますね。奥さんにも使ってもらったんですけど、奥さんもちょっと汗が出てくるねって感じで、じゃあコリが本当になくなるかどうかっていうのがまだ分かんないですね。基本毎日使ってるんですけど、はい。であと今高周波が出てるかどうか分からない時に使うのがこれですね。一緒に入ってる付属品なんですけど、これなんか充電器かなんかかなと思ったら違ってですね、ここにタイプ C のものがあるんですけど、接続して、でこれをですね、近づけるとスイッチオンにして、近づけると分かりますかね、高周波出てますよっていうことになるんです。で例えば、はい、これで距離とかですね、間に何か置いてあってもいけるのかな。これはいけない、手ぐらいだったらいけるですね。これで今ね、高周波出てるかっていうのを確認できるというものになってます。これはなかなかアイデア商品かなと思います。はい。で、で使わなくなったらオフにすると。であとこれ多分ね、取って水洗いができそうですね。このパッドは一応服の下に装着してできるんですけど、多分肌に直接やんない方がいいみたいですね、使用例見てると。なんで下着とか T シャツの上からやるというところでしょうか。はい。 Amazon のレビューとか見てみるとどうだろうね。まあ、つけるのが忘れたぐらい軽いって書いてたら、世界が変わってしまったってレビューって言いますけど、実感がないって人もいますね。肩こりに効いてるって方も書いてますけど、まあ、温まるっていうイメージでしょうか。はい。ということで今回はですね、こちらのパナソニックの、コリコロワイドだっけ、はい、コリコランワイドか、はい、ご紹介しました。はい、よろしければ、皆さんも買ってみてはいかがでしょうか。動画以上になります。じゃあね、バイバイ。